75歳以上の医療保険料を所得に応じて引き上げ、出産育児一時金の財源に充てることを柱とする健康保険法などの改正案が衆議院本会議で審議入りしました。少子高齢化が進む中、社会保障を持続可能なものとするためには、人口減少の流れを変え、経済社会の支え手を増やすとともに、必要な社会保障を確保しつつ、負担能力に応じて公平に支え合う仕組みを早急に強化する必要があります。改正案には、2024年度から2年かけて75歳以上の後期高齢者の医療保険料を所得に応じて引き上げることが盛り込まれています。引き上げた分は4月に現行の42万円から50万円に引き上げる出産育児一時金の財源の一部などに充てるとしています。厚労省によりますと、保険料の引き上げは年金収入が年153万円を超える人が対象で、75歳以上のおよそ4割が該当します。野党側は、防衛費は増額される一方で、社会保障費は世代間で調整される状況に予算配分がおかしいと指摘しました。これに対し岸田総理は、安全保障と社会保障の二者択一の問題ではなく、政府の責任として共に必要な予算額をしっかり措置すると応じました。また改正案には、地域医療の充実に向け、かかりつけ医の制度化も盛り込まれました。